役回りをたくさんやってもらったので、はい、まあ、本当感謝しかないですね。なんか初っ端からすごくアットホームな感じになってきましたけれども、逆に上沢選手から松本選手へ言いたい人ありますか？ですね、あります。基本的になんかこうふざける時の顔ってあるんですよ。なんかこうもうこれからふざけますよみたいなことを言う時の顔があって、で大体なんかこう時間とか本当に僕知りたくて聞いてるのに3時、大体3時って言うんですよ。もう何時に行ったらいいって、もう絶対に3時じゃないのに大体3時と、なんかそこの場所までどれぐらい時間かかるって聞いたら、大体チャリでとか言うと、いや僕車とかで聞いてるのに大体チャリ計算なんですよ、こいつ。基本的になんかこいつの中のその移動のなんかこう物差しが、だからそれだけはちょっと真剣に聞いてるときは早く返すよって言うんですよ。チャリで言った方がいいから早く返すよって言うんですよ。なるほど。でチャリが基本なんですか、松本選手？そうですね、まあ、真剣に聞いててもやっぱちょっとラインを長くしたいんで、やっぱ1回のやり取りで終わんないように、1回ちょっとふざけて、で最後に本当のことを言うように。すいません、好きなこと話してる話ちょっと長引かせようとして、女子高校生みたいなのになってる。駆け引き、なんで俺と駆け引きしてんの？何も生まれねえだろ。本当に仲がいいんですね。松本選手は本当に上沢選手が好きなんですね。好きです言われましたが、上沢選手はいかがですか？いや、僕も大好きです。ありがとうございます。いただきました。じゃあ上沢選手からも1枚、はい、お願いします。カメラの方に向けて、はい、何でしょうか？ぶっちゃけ今だから言えることですね。これ元になってますけど、ぶっちゃけ今だから言えることを、じゃあ上沢選手が引きましたので、じゃあ上沢選手ぶっちゃけ話、今だから言えること、はい、難しくない？めちゃめちゃ急に難しくなった。急に難しいな。今だから言えることなんだろう、なんかある？でも今これも2人のエピソードとして言えば、やめておきますか。ちょっと今だから言える、まあ、ちょっと過ぎた、ちょっと言えないこと多すぎですね、ちょっと、多分ダメだ。じゃあ特別にもう一枚、じゃあ噂さん、行きましょうか。ちょっとこれ出たらいいですよ。おすすめのチームメイト、いいですね、これ、はい、じゃあ上沢選手からお願いします。おすすめのチームメイト、僕は野村勇希です。あ、その理由は？ J はね、意外となんかああいう感じに見える、なんかこうクールっぽくて、なんかこうあんまり面白いこと言わなそうな雰囲気なんですけど、あいつ結構2人で飯行ったりすると結構面白いんですよ。ライブはどんな感じ？なんかこう奈良間みたいに、なんかこう動きで笑わせるタイプじゃないですけど、なんかこう癖になるようなトークをしてくれるので、はい、J は結構おすすめですね。はい、松本選手はどうですか？僕は浅間選手です。あ、それはなぜ？かっこいいから。松本選手から見てどういうところがかっこいいですかね？いや、まあもちろんね、見た目もかっこいいんですけど、中身もかっこいい男なので、彼がこう一軍にいてくれるとすごく僕も嬉しいので、ちょっと一緒に頑張りたいなと思います。なるほど、分かりました。